ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、チャットやツイッターの方でどしどしメッセージ等お待ちしてます。最後までお付き合いください。はい、今日は久しぶりですね、渋谷のファクトリーさんから生放送でお送りしております。最後までお付き合いください。はい、今日のアシスタントは代打の渚まなみちゃんです。よろしくお願いします。渚まなみです。久しぶりですね。お久しぶりです。前回もフラッと来た時ファクトリーさんでしたね。そうですよ、もう渚ちゃんはね、私を捨てあの冠番組を今やね、どうですか、もう結構なったんじゃないの。毎週やってるのもんね。はい、毎週水曜日にやっております。もう半年以上経ったんじゃないの。経ちました。ちょうど今年の1月から1月後半からだったので、うん、渚まなみの朗読シアターでしょ。はい、漫画ランドさん、漫画喫茶の漫画ランドさんで、うん、昔話の朗読番組をやっております、うん。すごいですよね。だって、はい、毎週2本やってるでしょ。毎週2本やってる。毎週2本やってるってことは、はい、1年で100個、はい、昔話100個頭に入るってことでしょ。でもやっぱり出てくるわ出てくるわで、昔話100個してるってすごくないですか。すごいですね。100個ってもう100個あたりで、もうで50個ぐらいやってるってことでしょ。言ってます、ね、すごい。これであと記憶力を失わなければ相当な蓄積、一個ずつ忘れていくと全然蓄積ないかもしれないんだけど覚えてたら相当なもんですよ。相当すごい、ね、え、頑張ってますか、この人は。頑張ってぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。毎週水曜日、毎週水曜夜8時から、はい、渚まなみの漫画ランド朗読シアターで、この隊長の番組と同じように、はい、YouTube でもアーカイブ残っておりますので、はい、朗読シアターでご検索いただければと思います。はい、ぜひご覧ください。ということで今日のゲストは久しぶりですね、はい、ゆずきここなちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、普段はですね、まあ、最近だとテレビのお仕事が多くて、はい、アイドルについてとかをテレビで物申したりしてる。物申してるんだ。物申しておりますね。アイドルです、自分も。そう、自分もアイドルなんですけど、まあ、もう自ら物申してる。自ら11年芸歴があるので、まあ、10年ぐらい経ったからもうそろそろ話してもいいかなっていうことで話させていただいております。で、まあ、それについてですね、今漫画の連載もやってまして、うん、それを題材にしたエッセイをですね、うん、コミコプラスっていうところで毎週金曜日に連載しておりますので、うん、よかったらぜひそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。ゆずきちゃん、前回出てくれた時は、はい、ブックアイドルとして。そう、ブックアイドルとして。覚えてますか。覚えてますか、ね、1年前ここに来てますよ。はい、ブックアイドルで出ていただいたんですけど、はい、多彩なんですね。でもまあ漫画ってことは 本だもんね。本ですね。そういう意味では、はい、まだ本読んでるんだ。じゃあきっちり。そうですね、毎月すごい気になったのは全部チェックして読んでますね、うん、ねえ、いいでしょう。はい、そんなに読書をいっぱいやってもさっきの話じゃないですけど、うん、ね、いろんな知識が得られそうですよね。それはそう、雑学とかもすごい増えるんじゃないですか、うん、はい、それこそ今言った昔話あるじゃないですか、はい、昔話じゃないんですけど、うん、今あの小学校の教科書に書いてあった話が、うん、数歩の白い馬とか、うん、全部まとまって一冊の小説になってるシリーズが出てて、はいはい、で最近それの続編が出たんで、それのシリーズとかを今追っかけてます。教科書の話って結構面白い話。そう、面白いですね。ね、多いですよね。ボンギツネとか、まあ、有名どころも入ってるし、うんうん、やりました、ボンギツネ。あ、そうですよね、やりましたよね、はい、あと、タイゾウじいさんとガンとか。タイゾウじいさんとガンね、切ない話だよね。ちょっと泣ける、そんな話とかをね、読んでます。ということでですね、はい、あのゆずきちゃん久々出てもらったんだけど、うん、この間、はい、この間っていうか、春ぐらいか、春ぐらい、ゆずきちゃんが働いてる店がありまして、はい、はい、アパレルショップ、はい、アパレルショップ、うん、セフィロティックツリー、セフィロティックツリーっていうね、はい、秋葉の店で、はい、ゆずきちゃんがたまにこう、ね、ファッションコーディネーターとして、コーディネーターとして、ね、はい、働いてるんですけど、ね、そこであのゆずきちゃんのツイッターに急に上がってきたんですけど、はい、にゃんちゅう T シャツ。そう、にゃんちゅう T シャツ今着ております。じゃじゃんじゃじゃん、にゃんちゅう T シャツ売ってますなんつって。はい、知ってますか皆さん、にゃんちゅう。にゃんちゅう、NHK だ。E テレのおなじみの、はい、もう、ゆずきちゃんよりも芸歴の長いにゃんちゅう。そう、にゃんちゅう、そ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 れ。
それですよ。T シャツがあるなんつって、もう俺も懐かしくなっちゃいましたね。僕もニャンチュー大好きだったんで、買いに行きましたよ、これ。ありがとうございます。すごい。ニャンチューアフロになってる。よし、俺も買いに行くぞっつって買いに行ったんですよ。で、ゆずきちゃんに久しぶりに会いまして、ブックアイドルどうしてんのとか言って話してまして、それで、まあ、またじゃあ遊びに来てくださいということで来てもらいました。誘っていただきまして、ありがとうございます。嬉しい。どうしよう。で、ニャンチュー T シャツが買っちゃったぜとか言って書いてたら、俺も、したらね、あのニャンチューの声やってる、はい、つくいさん、つくい強制さんに俺この前お会いすることになりまして、知り合い通じて、会長とか言って、ニャンチュー好きなのとか言って、はい、で君はお会いしましたよ。もう重鎮と。お店にもつくいさん来てくださったんですけど、はい、本当に喋る声 もうあのまんまで、とってもお人柄が良くて、うん、なんかサインにあのニャンチューのイラストを必ず付けて、はい、書いてくれた、書いてくれた。で、どうしてサインにイラスト入ってるんですかって聞いたら、子供たちがサインだけじゃ分からないでしょって、あ、絵だったら分かってくれるし喜んでくれるでしょって言ってて、すごいさすがだなと思って、セフィロティックツリーはどんなお店ですか？はい、セフィロティックツリーはですね、秋葉原にある、まあ、セレクトショップから始まったお店なんですけど、最近はですね、オリジナル商品もたくさん取り扱ってまして、主に、まあ、アニメとかとコラボしてます。で、まあ、ニャンチュー以外にもですね、あの広角機動隊ですとか、あとシュタインズゲート、コープスパーティーとか、いろんな、なんか秋葉原に、まあ、ゆかりのある、人気のあるアニメの作品とコラボしたお洋服を売ってます。で、まあ、ニャンチューなんかはね、あの NHK さんに直接あの承諾を得て売ってる商品 でニャンチューって実は今までアパレル展開なかったそうなんです、なので、まあ、初のアパレル展開ということで売っておりますので、ぜひ秋葉原に来た際はですね、あのお買い求めいただけると嬉しいです。ちなみに日本人だけじゃなくて、すごい海外の方にも人気で、ニャンチュー、ニャンチュー人気で、知ってるんだ、そう、やってんのかな、知ってて、なんかチリの方とか、サウジアラビアの方とか、イタリアの方とか、もう全国各地からいらしてくださってます、やってんのかな、見たことあるのかな、ですかね、なんか日本のなんかジャパニーズキッズプログラムとか言ってきたから、多分知ってるのかな、知ってるんだ、向こうでやってる、チャンネルがあるんですかね、かもしれないですね。なんで急にニャンチューだったんだろうね、そういう意味じゃね。なんかでも、なんでしょう、ニャンチュー今結構キャラクターグッズを展開してて、でそれプラス付随して大人も楽しめるニャンチューってないかなみたいになったみたいです。そう、ニャンチューってなんか単なるキャラクターじゃなくて、なんかちょっとあるよね。そう、いろいろあるんですけど、まあネズミの格好してるじゃないですか、でも実は猫なんですよ。ですよね。そう、言えば。で、ネズミの気持ちを理解したいからネズミの服を着てるっていう設定があって、すごいじゃないですか、やっぱりそういうね、共存共栄がテーマに入ってんだね。もう僕が見てた頃はね、石川ひとみさんがやってました、お姉さん。待ち伏せの、うん、待ち伏せが売れた後ぐらいの石川ひとみさんがやってましたね。今は誰やってんだろう、今は、ね、何お姉さんだ、何お姉さん、ねね、やってますけどね、はい、ニャンチューワールドなんとか、ね、ニャンチューワールド放送局、放送局やってますからね、ぜひ秋葉行ってみてください。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ゆずきちゃんはなんかあれですか、不定期で入ってるんですか？はい、不定期で入ってるんですけど、まあ、大体月に、2回は必ずいるので、まあ、告知とかツイッターでしてますので、ぜひチェックしてください。コーディネートしてくれますんで。はい、コーディネートします。そうよね、コーディネート、はい、このもう本当にファッションに知識がないとか興味がない方も大丈夫です、必ずおしゃれにするので、してもらいたい、ね、お待ちしてます。渚さんも行くしかない。はい、行きたい。ぜひここ来てほしい。行くしかないね。はい、コーディネートしてください。コーディネートします。上から下までよろしくお願いします。はい、で最近のゆずきちゃんの活動といえば、はい、アイドル事件が春ぐらいにありまして、はい、それに関するご意見というかね、アイドル側の意見みたいのを、ゆずきちゃんが代弁してっていうんですかね。そうですね、うん、まあ、問題提起
して、はい、ツイッターに書かせていただきました、うん、書いて、まあ、あのテレビとかでもおしゃべりしてるわけですけど、ね、はい、まあ、前から思うとか結構あったわけでしょ。そうですね、去年ちょうど1年前の5月に同じ内容でお願いランキング、うん、テレビ朝日さんのお願いランキングで、うん、それはちょっと違うだろうみたいなのをですね、あの怒りのコーナーで怒りながらお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ、その時はみんなそんなに、いやでもよくあることじゃんみたいな感じで流しちゃって、あんまり伝わらなくて、でもそういう活動もずっと去年の5月からやってて、11月とかには、テレ東さんのよそで言わんといてとかでもお話ししててっていうのをちょっとずつやってきたんですけど、まあ、今回の事件がきっかけになっちゃったのはちょっとまああれなんですけど、うんうん、まあ、それでまあ拡散、たくさんの方にしていただいて、見ていただいて、皆さんに一度ね考えていただく機会っていうのがあったので、それは良かったことかなって思ってます、うん、まあね、僕らがアイドルだなんだって言ってた時代はね、今みたいにそのモノホンとこう会えないっていうか、ね、まあ、なんか基本的にはテレビラジオの先にいる人 で、ね、です、うん、本当に生きてるのかって思ってたよね。公開収録とかにすげえハガキ書きまくったりしてさ、やっと行ってさみたいな世界だったりだからね、今その部分が割と変わってきてるっていうところだよね。そうですね、あのもう本当にチケット代を払えば誰でも入れてしまいますし、うん、あと、まあ、そんなに、まあ、集客ができないアイドルだと、うん、まあ、もう物販っていうものがあって、その時間にまあ接触ができるんですけど、うん、その時間はタダで入場ができて、で、まあ、500円とか払えば交流できちゃうみたいな感じになってきてしまう、うんうん、物販は興行とは別なんだ、はい、そうですね、物販を買えばまあ握手とかができるみたいな感じになっておりまして、まあ一番安いところで500円からできてしまうので、うんうん、まあそれで交流目当てで来る人とかも増えてきちゃっていて、うんうん、でまあまあツイッターではそれを物販芸人みたいな感じでふざけてこうみんなで盛り上がっちゃってる風潮とかもあったりして、うんうん、まあでもみんながみんなそういうわけじゃなくて、まあアイドルすごい増えたんですよ、とにかく増えて、今門がすごい広くなっちゃって誰でもアイドルになれる時代になってしまったので、うん、SNS がまあ発達したのがまあ主な理由なんですけど、うんうんうん、なのでまあそれで門が広くなった分いろんなアイドルが出てきて、まあ、下から上までいるんですけど、うんうん、まあ、自分はまあ中堅ぐらいまでは出演者として現場を見てきて、うん、でまあスタッフも今やらせてもらってるんですが、うん、そこだとまあちょっと上の方も見させていただいてて、うん、でまあそれで全部見た感じだと、まあ結構ばらつきはあるものの、みんなお客さんたちがやっぱりアイドルをアイドルと思ってない部分が多いのかなみたいな。でもアイドルもアイドルで、うんうん、まあそうですね、下の方ほどやっぱひどいんですけど、ファンのことをファンとかお客様ってちゃんと認識ができてなくて、うんうん、今ファンのことをオタって呼ぶ風潮がすごい流行ってて、オタクって意味、そうオタクって意味でオタって呼んでるんですよ、うんうん、でもアイドル自身がファンのことをオタクって呼んじゃったりとかしたりとか、そこに敬意もないんじゃないかな、そう敬意はないんじゃないかなって、で、まあ、物とかをすぐアイドルが買っちゃったりとか、うんうん、ツイッターとかでこれ欲しいの買ってきてってファンにリプを送ったり、アマゾンの欲しいものリストを公開して、うんうん、でまあこれ欲しいから買ってみたいな物乞いするアイドルとかも今いて、でアイドル側に問題がある場合もある、まあ、もあるで、ファンもだからそういう気軽に関われるようになってしまったから、うん、まあ、もうほとんど彼女同然と勘違いしてしまって、でしょうね、そう気軽にお話ができるお友達感覚ですね、うんうん、友達とか家族に相手にされないからアイドルと友達になるっていう人も実際いますし、で本当だったらまあアイドルとみんな付き合えると思って来てる方も実はいらっしゃるんですけど、うん、そうじゃなくて本当だったら私はちゃんとまあ合コンなりなんなりって自分の幸せを見つけてほしいですね。アイドルはファンの方の人生まで一緒に歩めないので、みんなのアイドルだと、そうそう、そこは変わらないぞ、そう、そこは変わらない、僕らの時代だと変わらないんだぞ、そこは変わらないですね。あと私もやっぱりどっちかっていうと最初昔のアイドルさんがすごい好きで、うんうん、80年代から90年代のアイドルさんが好きでアイドルを始めたんですね。で田中陽子さんとかししどるみさんと今もお仕事させてもらってるんですけど、うんうん、それでやっぱ意見を聞くと、うん、私たちの時代とは全然今のアイドルは変わってしまっていて、うん、でなんかもう全く別のものになっちゃってるからそれが悲しいみたいにルミさんとかがおっしゃってるのを聞いて、で私はやっぱ昔の先輩たちが築き上げてきたものっていうのを
もっと下の世代にも伝えていけたらいいんじゃないかなって思ってて、うんうんうん、やっぱ伝えていかないとなんかもう別物になっちゃったらなんか悲しいじゃないですか、うんうん、でなのでまあもうちょっと自分がねもっともっと説得力のある存在になってみんなに伝えていけたらいいなっていうのは常々考えてます。まあ確かにそうだよね。昔のそのアイドルの人とかってやっぱり曲がいいとか、そうですね、歌ってる歌詞とか音楽がいいっていう部分もあったりしたじゃないですか、はい、で今のアイドルもすごい音楽にお金かけてるグループとか歌詞にお金かけてるグループとかってすごい大切には作ってるんですけど、でもファンがあんまり音楽を聴かなくなっちゃったりとかしてて、まあ、全員じゃないんですけど、もうライブで CD 買うじゃないですか、うん、CD に特典券っていうものがついてて、で、まあ、そのチケットがあるとアイドルとお話できたり握手できたりするんですよ。そっち目当てになっちゃって CD を買うから握手券を買ってるようなもん。そうなんで、まあ、聞いてない人が多いんですよ。10枚とか買うけど一切封を開けずに聞かずにみたいな、とか。アイドル側としてもどこをこう重視するっていうかさ、そうですね、歌を聴いてほしくてやってんのか、うん、もう人気者になりたくてやってんのか、そうなんですよ、っていうところも、まあ、なかなかもどかしいところあるよね。そうですね、上の層だとやっぱりダンスと歌めっちゃ頑張ってて、もうほんと始まるギリギリまでダンスの先生がついて、うん、フォーメーションとかを確認したりとかして、うん、もう若い子とかも泣きながらテスト前とかでも頑張ってやってるんですけど、うん、もう下の層だとそういうのを知らないから、アイドルはオタク呼んでなんぼでしょみたいな、集客が全てじゃんって思っちゃってて、オタクが盛り上げてくれないと私輝けないからみたいに言ってる人とかがいて。なるほど。練習とか全然してないんで、まあ、ステージ立つと歌も飛ばすしちゃんとできないしみたいな人もたくさんいます。いやでもね、ファンの人もそれライブいいやって思っちゃう、ね、なっちゃいますよね、うん、そうなっちゃいますよね。そう、どうですか渚さん、ファンとの距離に関しては。でもアイドルに限らないのかなっていうのはやっぱり思いますよね、うん、そうですよね、 SNS の発達によってやっぱり自分を知ってもらいたいっていう部分と、うん、その一線やっぱりこう事務所、大きい事務所に入ってなくて自分の力とか周りの人の支えで頑張ってるっていう人も多分たくさんいると思うので、ってなるとやっぱりこう自分でお客さんを集客しなきゃ、舞台の人とかもそうですけど、うんうんうん、で交流だったり、あと人脈だったり、うん、そこの線引きってなかなか自分では難しい。ツイッターだなんだもん、誰彼構わずみんなにお返事書くわけにもいかないこともあるわけでしょ、うん、特にアイドルとかだと。そうです ね、 ね、全部好意的なもので言えばないでしょうから。ないですね、本当に。もうアイドルなんかアイドルっていうだけで本当に叩かれて、ぶりっ子とかちゃんと歌歌ってない踊ってないって勝手なイメージでみんな言ってくるので、うん、でまあもうそれは本当におっしゃったようにアイドルだけに限らずですよ、うん、今本当なんか今回の時期にすごいアイドルがってすごい取り上げられてたんですけど、うんうん、別にアイドルに限ったことじゃないと私は思っているし、うんうん、あと今回の方もアイドルもやってたけどシンガーソングライターだったって後で分かって、なんかそれでいやアイドルのファンじゃなくてシンガーソングライターのファンだから違うだろうみたいにみんな言ってたけど、いや全然一緒だからって私は思います。まあ同じだよ、ね、同じですね。みんなアクターで表現する人でそれを見に来てるファンなんだから全然一緒です、一緒だと思います。周りの人の話聞くとやっぱりライブとか舞台とかのノルマとかすごいんですよね。まあそうだね、ノルマが、うん、やっぱりそれを集めるためにみたいな、そんなに面識ない人とね交流持っちゃったりとか、うん、ましてやそういうのをこうプロデュースする人、うん、まあ、ちゃんとした人もいればちゃんとしてない人も多分中にはそういう大人もいると思うんですよね。そうですね、プロデュース側ね、いろんな人をファンにしなさいって子供に教えてる人も中にはいるんじゃないかなって。そうなんです。そう、なんかちゃんとした芸能界の業界を知らないで、今はやっぱ誰でもプロデューサーも関係者も名乗れる時代にもなってきてて、ね、まあ、そこアイドルと同じだよね。そう、うん、だからもともとはファンだったけど女の子の、うん、女の子と関わりたいから運営をやってみようかっていう人もすごく多くて、だからやっぱその間違った知識というか、本当はまあこれは極論なんですけど、私の意見としてはですね、まあ
そうですね、まあ、プロモーション力、まずはプロモーション力とかお金がやっぱり大事だと思うんです、私は、まあ、昼からお金とか言っちゃってるけど、なんであんまりね、演者側にそんなに演者だけに集客を求めるっていうのはとても酷な話だと思うし、やっぱ女の子一人がどう頑張ったって限界があるんで、そう、ちょっともうちょっと運営さんとかも本当は考えていかなきゃいけない部分なのかなって思うし、出る側も自分が呼べないとかまだ実力に達してないとかプロモーションしてもらえる存在じゃないっていうんだったら、もうまずは出るのをちょっとやめてプロモーションしてもらえるように頑張る努力が必要なんじゃないのかなって思いますね。もうなんかカレンダーの予定を埋めたいからバン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 なんどこでも出てるっていう子もいるし、アイドルとか芸能人がステータスだからとにかく続けていたいから何かで構わずやってるっていう子もいるんですよ。それってちょっと違うんじゃないのかなって思ってます。ちょっとね、ゆずきちゃんがこうやって代表で声を大にしてさ、マスコミとかでも言ってくれてるからね、それによってアイドルが、ほらアイドル自体が全部なくなっちゃったりしたらもう大変なことになっちゃうわけ。そうなんです。アイドル全部なしにしますっつってなんか法令とかできちゃってさ、なんかそういう風潮も最近ありますよね、うん、1個事件が起こると全部ダメと か、うん、なんかどっかのスポーツの団体とかでもなんか茶髪とか金髪がダメみたいなのありましたけど、うんうん、その辺もね、ちょっときっちりとアイドルに夢持てるように。そうですね、やる側も見る側も、そうやる側も見る側もそうそうなってほしいなと思いますけどね。ちょっとね、ゆずきちゃん頑張ってるんで注目してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ一旦次のコーナーいきます。ラーメンのコーナー。はい、今日は高田のババのお店です。自家製麺鶏そば三歩市さんですね。あ、美味しそう。鶏そばですよ、鶏パイタン。これが濃厚鶏そばで、具が鶏チャーシューと白髪ネギと浅漬きとメンマで、麺はですね自家製麺で、全粒粉が入ってる麺ですね。でスープは濃厚鶏白湯で、鶏をもうずっと炊いて炊いて炊いて真っ白くなるまで炊いて、とろとろの鶏白湯ですね。かなりまあ今の流行りの流行の王道ですけども、非常に美味しいですね。ふわとろなんですね。うん、で鶏のうまみと塩だれがまあ丸めの感じで、非常にまろやかで味わい深くて、で途中で味変でね、はい、自家製ラー油っていうのが卓上に置いてあります、ね。石垣島ラー油みたいな薬味がいっぱい入ったラー油、それをちょっとずつ入れて食べるとまたよしなんですよ。わー、止まらない、うん、ね、早稲田、僕が在学した頃にはなかったお店なんですけど、今やもう馬場の1、2を争う人気店、まあ、行列店ですね。駅からも徒歩5分ぐらいなんで近い、うん、ぜひ行ってみてください。はい、よろしくお願いします。ーはい、続きまして本のコーナ ー今日はね、今日あのアイドルの話もあると思ったんで、ちょっと男性女性の話、はい、これちょ仕事の話ですけどね、はい、男性上司の女性は気が利くねはなぜ地雷なのかっていう。なるほど。働く男性の8割が女性、働く女性との、うん、あれコミュニケーションが難しいと感じているという話です。そうなんですね。特にあの上司が男性で部下が女性の場合、かなり揉め事が多いんだということで、女性にこういうこと言っちゃダメよとか、こういうふうになった時はこうしなさいみたいなことをまとめてる本なんですね。大変だ。はい、この2章でね、女性にこういうこと言ってはいけませんみたいなのがまとまってまして、簡単な仕事だからさ、ちょっとやってよとかね、あれそんなことあったっけとかね、あそんなことあったっけはちょっと確かに腹立ちますか、うん、そんなだったら言ってくれればよかったのに。女性特有ですね。そう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 、気づいてよとか、気づいてよって覚えてないの、なんで覚えてないのって、うん、とにかくやってくれりゃいいから、ね、あ、そうそう、それは確かに、そうそう、嫌ですよね。とにかくやるのと考えてやるの全然違うよって、ね、男だと結構逆じゃないですよ。やっててくれる、あ、じゃあやってきゃいいですねっていう、っていうのはあるけど、女性はいろいろ気にするんで、まあ、男性とスイッチも違うんでみたいなところをまとめてます。でもあの著者も女性なんで、なるほど、まあ、大丈夫ですね、うん、女性の代弁者ですね。ぜひあの女性とのあれにこあの悩んでいる上司の皆さんをね、読んでいただきたいなと思って。コミュニケーション重要ですよ。重要ですね、確かに、ね、ちょっと一個のなんか嫌なことでこんな嫌になっちゃったりするんじゃない。あります、まあ、ありますよね、多分ね。一度印象が悪くなるとね、なかなか、それを取り戻すのはまたモチベーションも上がらないから、ね、大変ですからね。はい、ということで、じゃあ生歌いきましょう。生歌のコーナ ー準備します。渚さんどうですか、久々。面白い。やっぱ濃いですね、今3時はね。
みずきちゃんがね、はい、こんないろんなことを考えてブックアイドルをやっていたとは。はい、ブックアイドルをやっておりました。思わなかったよ。あ、本当ですか、うん、すごい共感する人多いと思いますよ。なかなか自分でも言えないじゃん。言えないですね。でもやっぱりこうやって事件が起こらないと周りっていうか、まあその前からこういうのを言ってたみたいですけど、ね、周りが動かないっていうのはちょっと悲しい。そうなんですよね。怒ってからじゃ遅いと。ありますよね。はい、思いますね。みんなもっと前から危機感をね、持ってほしかったなっていう気持ちもあります。それはあるよね。はい、はい、じゃあ今日歌うのは、ゆずきちゃんからのリクエストで、アイアということです。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、はい、歩き雨の前に前に道を見つけて、地図を歩き始めた角、いつかきっと訪れた日の渡る坂道は、あもうね心切なく、今日も風がそよ吹くだけ、一人季節外れの海を見つめて、時の過ぎママに募る想いで、青い波の打ち寄せる誰もいない砂浜で、夕日浴びてカモメが恋の終わりを告げる。ああ夢の中へ僕を連れてって、綺麗な花咲く憧れのラビゾーライン、登る影はブルー、夢の中でだけどそばにいて、今でも忘れる恋なら憧れのラビゾーライン、もう二度と会えないと知りながら涙、誰かと恋に落ちたら、世界中の誰より幸せになってくれ、一番大事な人へさよならをプレゼント、あの涙で滲む星を指輪に変えて、僕を責めないで、さえないダメなやつだけど、この頃は I'm OK、 不条はなぜ行く、離れ離れでも懐かしくて、頬紅に香るす化粧、あの頃は Love is all in、 気まぐれな風のように、無邪気夢の中へ僕を連れてって、明日へ羽ばたく旅へと、これからは I'm alright、 希望の空はブルー、影は Love is alright、 よみがえるロマンスは熱い胸騒ぎ、もう二度と会えぬなら春なのに涙、ありがとうございます。いい曲ですね。いい曲、本当好きな曲なんですよ。なんで聴けてよかったです。ありがとうございます。
春の曲ですけど、若干涼しげになりましたね。涼しくなりました。今日は暑いですけども。今日暑いけど、なんかほんわかした。よかったです。気持ちいい気分、はい、気分。はい、ゆずきちゃん、はい、告知はありますでしょうか。告知あります、はいはい。2つあるんですが、まず1つ目がですね、はい、先ほども言ったんですが、コミコプラスというところでですね、毎週金曜日アイドルを題材にした漫画を連載しております、うん。コミコプラスのアプリを落としていただくと読めるので、うん、ぜひチェックしてみてください、はい。全部無料で読めます。あとはですね、7月の31日に、新宿のロフトプラスワンっていうところでですね、うん、ミリオンドールっていう漫画を書かれている愛さんって方と、うん、声優の野戸ありささんと、あと今回アイドルに関していろいろコメントしている姫野玉さんって方と、私と一緒にですね、ファンとアイドルの距離についてトークイベントやらせていただきます。じゃあ今日の続きはそこで聞けるんだろう。はい、今日の続きそこで聞けますので、たっぷりと聞けますので、ぜひいらしてください。 E プラスでチケット販売しております。よろしくお願いします。はい、渚さんは。はい、冒頭でもお話しさせていただきましたが、渚まなみの漫画ランド朗読シアター、毎週水曜日夜8時から1時間で昔話の朗読をにはお送りしております。ユーストリームから生放送になっておりまして、過去の放送は YouTube にて渚まなみ朗読シアターでご検索お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、深入りカフェのお知らせです。今夜ライブがあります。渋谷のテラプレーンで19時半から、ゲストが高橋優子さん。それから来月の予定も決まりました。8月11日の木曜日、これ山の日です。今年から山の日休みできましたね。急にできた山の日。急にできた。東京クラブの水道橋店でゲストがグレート義太夫さん、高橋優子さん、そしてからタイガーさん、お迎えしてやりますんで、よろしくお願いいたします。はい、井手隊長バンドも夏ありまして、今度祝日ですね、月曜日祝日だから、これ海の日、7月18日ね、マルグルイン南房総、南房総の白浜の野島崎灯台前広場、千葉の最南端ですね、でイベントがあります。入場無料です。それからみなとみらいのビアガーデンが、9月19日の月曜日祝日、これ敬老の日、なんか祝日ばっかやってますけど、横浜パラダイスというところで6時と8時の2ステージありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということであっという間でしたけど、ゆずきちゃんまた遊びに来てください。ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、ね。はい、今度アスカちゃんとも一緒に、アスカちゃん、はい、ブックアイドルをやってたアスカちゃんと一緒に、ぜひ来てください、はい、はい、ということでね、ゆずきちゃんの活動にも注目、はい、これからのアイドル界にも注目だね。はい、注目、何か変わるといいですね。ね、はい、ということで来週のゲストは、はい、深井でカフェの深町さん、久しぶり、ね、だいぶね、生歌やりますよ。うわ、ね、楽しみですね。大盛り上がりで、渚さんもたくさん歌ってください、来週は。ということで来週木曜日3時からまたお楽しみに。はい、楽しみ、はい、ということで今日のゲストはゆずきここなちゃんでした。ありがとうございました。アシスタントは渚まなみちゃんでした。ありがとうございました。そして私、出隊長でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。